お姉ちゃん、3月配当金株主優待も来たのどうでした？気になる？見た？見たい？じゃあ見てみましょう。はい、株式投資実践編。ブログに書いたんだけど、うんうん、3月のね配当金は、はい、こんだけ12名から11万円した、うん、すごーい。ねー、1月2月がね、ほぼなかったので、うん、あ、そう、ちょっとね、権利付きを分散したいなとは思ってます。うん、でね、株主優待中心にね、これ見ればわかるけど、そう、ほぼほぼね、優待が来た、さんはここで見ると2万6000入ってるんですが、が、最近上がって、うち、ほぼほぼ、ガチホじゃないし、100株しか残ってなくて、もうね、4万株持って、クオカード絶対もらいたいと思ってね。で、1年以上じゃないともらえないんで、と思ってたのに、うんうん、最近上がって売っちゃう。で、この中で、CL ホールディングスさん。前、うんうん、カルディいいよって言ったの嘘でした。これカルディじゃなくて、もう泣いたんだけど、X で教えてもらって、フォロワーさんに、嘘って思ってびっくりしちゃったんだけど。もうカルディだと思い込んで。そう、思い込んでも。でもね、実は、物価爆上がりしてて、6割とか上がってるから。6割？そう。でね、200株で2500ポイントの、はい。優待ポイントがくれるもんだから、はいはい。それでね、200株買ったんです。またま業績よく、増配もしてくれて。間違えてよ。間違えちゃった。はいはいはい、そう、ね、そうなんですよ、はいはいはい。っていう感じです。うんうんうん、はい。ね、思ったよりもね、本当はね、14、5万、15万ぐらいあるはずって、自分で思ってたのに、え、売っちゃったのとか思ったら、税金が2割引かれて、そうだ、そう。税金が。そう。っていう感じで。はい。でね、実際、今月もらった株主優待。はいはい。っていうのが、もう一番ね、良かったのはね、ヤマハ発動機さんの、三日目みかんサイダー。もうこれ美味しいんですよ。これお姉ちゃんが激賞するからさ、うん、買っちゃってよ。ヤマハ発動機さんね、3分割して安くなってるから、ね。でね、これ1000ポイントでもらえるんですよ。これね。うん。ヤフーショッピングで1900いくらで売ったか。そうそう。調べた。あ、でもいいね。そう。するそう、2000円くらいするのが送られてきて、美味しいんですよ、これ。ああ。そう。だからこれだけはね、買ってって、うちの旦那さんにもお願いして、12本来ました。すごい飲むじゃん。そう。もう好きなんだもん、これ。でもね、思った。これ、美味しそうと思って。美味しいですよ。みかんサイダーね。はい。はいはい。はいはい。で、ライオンさんからも自社製品が来たんですが、はい、使うよね。こう、使うのないもんね。ね。うんうん、そう、歯磨き粉とか、うんうん、あとさ、ね、洗剤、うんうん、とかも使って結構高いんだよね、これね。そう、これね、私多分調べて。調べた？俺が、うん。全部で2139円くらいでした。定価？なんか、そう、左のやつから500円くらいで、うん、あとシステマハック機プラス。あれ、高いんだよ。いいんだよ、そう。そう、700円くらいして。買えない。買えないよね。うん、全部で2000円相当。こういいよね。いい。うん。いい。そう。息子くんが、うん。いいよいいよって言って、株価も安くなってて今、ああ、1300円くらいだから13万円くらいで、これね、そう、はいはいはい、買えるので、いいよね、そう、配当金はね、うん、そんなに高くないけど、うん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 、2000円だとすると 3.4% ぐらいになるもんね、うんうん、でね、うん、決算も上向いてきてるので、うんうん、これからね、株価もね、こう回復してくんじゃないかなと思いつつ、100株ならいいかなと思って、そうだよね、ずっと持って、これをね、うんうん、もらい続けようと。なるほどね。はい、これ使う。そうね。使う。除菌シートなんかもね、うん、車に置いとくとね、いいよね。そうだよね。食べた気がする。そんなにうん。まあね、綺麗にできるよね。よ常にね、うん。はいはい。と、うん、来たのが、オックネットさんから、1000円のクオカード来ました。はい、で、縛りがなくて、1年縛りとかね。そうなんだ。だからよかったです。で、ね、キリンホールディングスは、1000円分のビール。うん、ビール、うん。私は頼みました。はいはい。ね、ジュースとかも選べるみたい。うん、ああ、じゃあお酒飲めない人も、うん。そうそう、いいです、うんうん。で、ヒューリックさんは300株以上でカタログ優待で、うん、いいよね。せいちゃんはこのメロンを選んで8月楽しみにしてます、うん。でね、東海カーボンさんも今株価低迷中で、なんですが1000株取ってクオカード3000円分。はい。はい。
なるほど、待ってます。はい。でも株価下がっちゃってますが、うん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 、ちょっとずつ買い増ししつつ、回復を待ってます。うんうん、で、うん、ポーラ・オルビスさん。おー。これも株価下がってるので、業績いまいちだったと思う、うん。そうなんだ。そう。化粧品ってどうなんだろうね。資生堂さんとかも下がってるしね。そう。結構コロナでね、うん、化粧品ってあんまり振るわなかったから、うん、これからまた良くなるのかな、わかんないけど。わかんないけどね。うんうんうん、今14万円くらいで、100株買える。る感じでね、はいはいはい、でね、日焼け止めこれ高いから、あ、そうなんだ、そう、へえ、だからこの買おうと思って、うんうんうん、いいね、100株だから15ポイントしかないから、うんうんうん、大して選べないんだけど。そうなんですよ。なるほどね。でもね、なんか株式に応じてね、どんどんポイントも増えて、うん、うん、いいのも買えるみたいなので。これとかね、めっちゃ欲しいんで。あ、そうなの？そう、なんかね、職場の先輩が、めっちゃいいよ、これ。消えるよ、シミとかって言ってたから。え、何百株だろう？ちょっと調べてみよう。120ポイントか。そうそうそう。120ポイントだと、2000株か。あー、きつい。あー、きつい、ね。しかも。いや、まあ、そうだよね。これってさ、ポイント貯められるような、ほら、ポイントは繰り越すことができる。ああ、なるほどね。だから、ちょっと。欲しければ。欲しければ。はいはいはい。結構、時間かかるけどね。でも400株を2年持ってれば120じゃん？あ、そうだね。買えるね。ね。うんうんうん。ね、だから、400株2年持ってて1個。いや、買えよっていう話なんだけど。400株買って2年後、シミが増えているっていう。やめてください。うん、2年越しのシミ消しを。シミ消しを求めて。求めて。まあね、欲しい人はそういうのもある。でも欲しい株を買うのが一番だと思ってるので、確かに結局使うのじゃないと意味ない。ラピーちゃんはこの日焼け止め、うん、好きなので、はいはい、好きだし、うんうんうん、ちょっとお高くて、うん、普段買うには躊躇するようなのをもらおうと思って。そうだね、うん、リッチに、ね、そうなんですよ、いいよね、はい、結構きたね、サンス、そうだ ね、 ね、じゃあでもね、100銘柄達成した割にそんなにっていう自分の私優待100銘柄到達したの、そうそうそういつのも、そう、もうね、目標に向けて必死に借りましたすごい、今年中にね、達成できればいいなーなんて言ってたんだけど、うんうん、3月権利多いじゃん、多いね。多かったから、うん、やっちゃえみたいな感じで、はい。100銘柄を到達しました。すごーい。はい。じゃあそれもまた教えてくれる？うん。じゃあ次回はそれを元に見てみましょう。はい。はい。おつファミー。この動画参考になったという方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。コメント欄にもメッセージをいただけると大変嬉しいです。